朝7時に開店するのに、とんでもないラーメンが出てくる店、気になりますよね。麺屋秀次焼津店に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線焼津駅より車で5分、東名焼津インターの近くにあるラーメン店。建物の老朽化により、以前店舗があった場所のすぐ近くに移転オープンしました。焼津インターの取り付け道路からパチンココンコルドの前の道を東に向かうと右側にお店があります。焼津インター付近は静岡県内屈指のラーメン激戦区で、ラーメンタル、麺屋花城、ゴミ八珍、松一屋、高田ラーメンショップ、八方園、怪力屋、餃子の王将、山岡屋などがあります。個人店から巨大チェーン店まで様々ありますよね。朝から営業している店、24時間営業の店など、実に様々な営業形態。そして藤枝焼津地区は日本で一番朝から営業しているラーメン店が多い地域。この地域は昔からお茶に関わる仕事をしている人が多く、朝早くから活動しているため、それに合わせて朝から営業するラーメン店も多いのだそう。特に藤枝志田地区の朝ラーメンは有名ですよね。麺屋秀次は最初静岡市葵区高城町にオープンして、焼津にも店舗ができました。掛川の麺屋サスケさんからいろいろ教わったようです。移転前の店舗ではサスケさんから麺を仕入れていました。移転を機に自家製麺に変わりました。駐車場は店の前と第二駐車場の案内が店頭にありました。静岡県焼津市アグス 2-22-8、 外観は黒を基調として大人の雰囲気。相変わらず看板の店名の字がかっこいい。字が下手くそな私にはとても真似できません。厨房を囲んで L 字型にカウンター席があり、小上がり席もありました。店主さんにお会いするのは数年ぶりでしたが、覚えていてくださり嬉しかった。以前ラーメン飲み会でもお会いしたんですよね。丸鶏、生姜、サバ節、煮干しなど、移転後にチャーシュー丼やお子様ラーメンなどが加わりました。背脂煮干しラーメン、一番人気と書いてあったこちらにしてみました。トッピングはバラのり、レアチャーシュー、貝割れ、メンマ、紫玉ねぎなど、黒胡椒がかかっていました。スープには大量の背脂が浮いています。背脂の隙間から見える悪そうな色したスープにたまらなくそそられます。スープを飲むと背脂の甘みと煮干しの旨味、苦味が口の中いっぱいに広がります。甘みは背脂の影響が強いですね。この甘みと苦味、旨味の組み合わせがたまらない。お互いを引き立たせ、美味しさが何倍にも増幅されています。口
口当たりはよくサラッとしています。時折細かく刻んである紫玉ねぎのシャキシャキした食感が加わり、これが面白い。熱々なのもいいですね。私のように煮干しが好きな人にはたまらないもの。煮干しラーメンをあまり食べたことがない人でも、煮干し星人でも満足できるのではないでしょうか。さらに濃いものが好きならば、京煮干しというのもありますよ。静岡店で食べたことありましたが、スープの色が灰色で強烈な煮干し感でした。煮干しラーメンだけで何種類も選択肢があるのは、煮干しラーメン好きにとってはありがたい限り。細ストレート麺は自家製麺。加水率はやや低めで、パツンとした噛み応え。濃厚煮干しラーメンのスープとは、鉄板の組み合わせ。自家製麺を始めたばかりのようでしたが、これは美味しいです。バラのりと背脂煮干しスープとの相性も抜群。新潟の燕三条系ラーメンなどでは昔から見られる組み合わせですが、これを考えた人本当にすごい。磯の風味がたまらない。コリコリとした歯ごたえのメンマ、濃厚煮干しスープの箸休めにちょうどいい。ここの近くのココイチでカツが乗ったカレーラーメンをいただきましたが、撮影はしてもいいけど SNS などにアップするのは禁止ということで、動画をアップできず、インスタグラムやツイッターも写真や動画のアップは NG だそう。会社の広報の人に確認しました。皆様お気をつけください。チャーシューはかなり大きなもので、一口では食べられません。低温調理のものでしっとり柔らか、噛み応えがありました。とても丁寧に作られているのが、わかります。このスープの色と、赤い色のチャーシューの、ギャップがたまらない、煮干しラーメン全種類食べてみたいな。チャーシュー丼を注文しようと思って忘れてしまったので、次回また食べに来ます。煮干し好きならぜひ。静岡県焼津市の麺屋秀次焼津店。東名焼津インターの近くにあるラーメン店。以前店舗があった場所のすぐ近くに移転オープンしました。焼津インター付近は静岡県内屈指のラーメン激戦区。移転を機に自家製麺に変わりました。厨房を囲んで L 字型にカウンター席があり、小上がり席もありました。店主さんにお会いするのは数年ぶり。覚えていてくださり嬉しかった。主に丸鶏、生姜、鯖節、煮干しなど、移転後にチャーシュー丼やお子様ラーメンなどが加わりました。一番人気の背脂煮干しラーメン、スープには大量の背脂が浮いています。飲むと背脂の甘みと煮干しの旨み、苦味が口の中いっぱいに広がります。甘みと苦味旨味の組み合わせがたまらん。この組み合わせ考えた人すごい。細ストレート麺は自家製麺。加水率はやや低めで、パツンとした噛み応え。濃厚煮干しラーメンのスープとは、鉄板の組み合わせ。バラのりと煮干しスープとの相性も抜群。レアチャーシューは、低温調理のものでしっとり柔らか、
煮干しラーメン好きにはたまらないお店なのです。